どうもこんにちは、篠原です。今回は塾生の F 君が電風台に受かったので感想を聞きたいと思います。合格おめでとうございます。ありがとうございます。はい、F 君は、タクローでしたよね。そうです。はい、でタクローの状態で、お金があんまりないというか、バイトしながら頑張ってみたいな感じで、フェンレクリプサンを去年の4月かな、去年というか今年のですけど4月ぐらいにして、でそこから半年後受かったっていう感じですよね。はい、その半年間大変だったと思うんだけど、その半年の拓郎生活で気をつけてたことってありますか？適度に人に話すってことですかね。あまり人と喋らないのが続くと、どうしても気分が落ち込んだりするので、高校時代の仲良かった人と2ヶ月に1回ほどご飯を食べに行くっていうのをしてました。ああ、なるほど。ああ、素晴らしいですね。ははは、なるほど。メンタルはね、多分それで頑張っていけてたと思うんだけど、勉強で、なんでしょうね。俺が計画立案したとはいえ、F 君の方で気をつけてたことってありますか？大体のペースが、分からないところは、最初に作ってもらったっていうのがあったので、それの一作の中で、個人的なやり方として、大体、最後まで行った時に、一つの、塊が終わった時に薄いところとか分からずに行ったところを何分も潰すようにしてました。あ、なるほど。そんな中で F 君の中で電風台受かって良かったと思うんですけど、俺の戦略立案で良かったなって思うところってありますか？そうですね。あまり篠原さんが言ってるんですけど、追いかけてるものってわからないものなんで、それを目標にある程度届いたらどうやっていくかある程度わかるみたいなのを言ってた、確か動画で見たと思うんで、それを最初の段階で作ってもらえるっていうのが全体を通して嬉しかった。ありがたく使わせてもらったところで、あまりよく自分使えなかったところが、センター試験基本の問題演習とか過去問演習が重なるところをちょっとどっちとも曖昧になりがちやったかなって思ったら思います。はははなるほど。そこはそうかもしれないですね。逆にこういうところがこの計画立案で良くなかったみたいなのってありますか？いや、あまり思いつかないです。あ、本当。さっき F 君が言ってくれたように、ちょっと過去問演習のところがだいぶふんわりだったので、そこはもうちょっと細かく立てた方が F 君は混乱しなかったかもしれないですね。半年後とかのことなんで、ちょっとふんわり立てちゃったんですけどね。この計画立案って、F 君としてはどんな人に勧めたいですか？そうですね。自分のように卓論をする人とか、塾に行ってたとしても、あまり自分でやれみたいなタイプのところの補助とか、全体のペースがつかめてない人ですかね。あ、なるほど。ありがとうございます。はい、ということで、戦略立案をして、見事電風台に受かった F 君のお話でした。この話する前、バイクの話とかね、したんですけど、大学生活ぜひ楽しんでくださいね。はい、ありがとうございます。で、免許取るんだったらやっぱ今のうちだよ、やっぱり。あ、入ってから？入ってからはね、しんどいと思う、正直。金もかかるし。せめて今のうちに教習所の費用ぐらいは貯めといた方がいいと思う。そうなんですね。で、F 君のあれでしょ、自動車免許持ってないよね。はい。免許なしの状態で取ろうとすると結構高いから。っていうね。だから頑張ろうね。今のうちに金だけ貯めておくなり、今のうちに取っといた方が俺はいいと思う。楽しいし、そっちの方が。わかりました。っていうことでした。ということで、今回のこれで以上で、副賞お疲れ様でした。